年末年始、一人身の僕は行きつけの居酒屋でいつものように過ごしていた。いつもと変わらない風景、温かい店内。新しい年を迎えても変わらない光景。家に帰ると少し機嫌が悪そうな猫。そんないつもと変わらない一年が、今年もただ始まっただけ、それだけのことだと思ってた。あんなことが起こるまでは。2021年1月2日、俺は行きつけの店から歩いて帰る途中、池に落ちた。池に落ちた。池に落ちた。極寒の寒空の下、右袖後ろ右下グリーンのシミ、池に落ちて苔がついた。幸せが壊れるときはいつも苔の匂いがする。ダメ、絶対。俺は占いは信じないが、去年は大作家だったらしい。おまけに今年は翻訳だ。悪夢を断ち切れ。心を燃やせ。そうだ、厄払いに行こう。行ってきた。厄払い最強。